はい、こんちくわ三次郎です。今日はね、ちなみにね、今日はね、つか今はね、ちなみに今何日や、13日土曜日なんですね。で、多分これを流すのは14日の朝に多分流そうと今思っとるんですけど、ちょっと微調整あるかわからんですけど。で、何やったかいね。ほんで、ほんで、なんか喋ろう思っとって、ほんで、実は2本立てで撮ろう思ってますね。2本立てでね。で、これ撮って、次撮ることも決めとるんですけど、その、この今、この時にね、喋ること、あれ喋ろう、これ喋ろう思っとったんですけど、今、こうやって、これマイクをね、こうやってやった瞬間に忘れてもったというね。もう毎度のこっちゃけど。何やったかいいな思ってね。思い出され。風邪ひいたんちゃうかなみたいなね。急にくしゃみが出るみたいな。何やったかいいな。ほんまに思い出され。再貸付が決まってね、また来週からはね、それでね、なんやかんやあると思うんですけどね。今日らは日曜日や、今日は土曜日やけど、明日よか、これが流れてる日曜日とかはね、日曜日やから、そうそうなんもないと思うんですけど。あ、マジ風邪かな。なんか鼻があれやな。はい、まだか。146-86。ほんでなんや。体重や。よこしょ、あ、思い出した。よいしょ。74.40。 まあ重た継続中。思い出した、一個だけ思い出した。あ、寒いな、やばい。一個だけ思い出したがね、今晩ですやん。晩ですね。で、久々ですね、晩にお風呂入んのね。いつもなんかもう朝とかね、昼とかにやっとったんですけど、晩に入るほんま久々。あ、で、その昨日がね、この撮ってる土曜日の昨日がもうなんや、それこそ再貸し付けのちょっと具体的な話が出た日ですわ。もうなんか、仕様で忙しいてね。ほんで、そんなんでもバタバタバタってして帰って、もう寝て、だからいつももう4時とか5時に目覚めてるんですよ。早く寝とるからね。やけど昨日はもうなんかもうバタン急で、もう起きたらもう朝の8時ぐらいだったかな、7時か8時で。ほんでそれからなんやかんやとって、でやっとここの晩に風呂入ったというね。やっと普通の風呂。ただしまだ飯食べてませんね。そんな感じでね、飯、ご飯ね、お食事してませんね。ということで、それが言いたかったかな。晩に久々風呂入ったいうのと、あと、風呂が、毎度言うてる給湯器が、なんぼやってもぬるうて、冷たいって言っとたんが、この前復活して熱をやったんが、今日はもういつも通り最高にして、温度最高にしてガーってやって、
で、パッと見たらもう煙、煙、湯気がもくもくもく。これやばいな、相当熱いんちゃう。パッと入れたら熱っ言うて。まあ、ええか、思って、もう、入るときに水足したらええわ、思って、いつもの通りやっとって。ほんで、入るときに水ばーっ足して、もういけるやろ、思って、ガッと走れたら、もう熱っ言うて。どんだけ熱いねん、みたいな。それだけの話。だから今まで何サブーテぬるかったんか潰れててぬるいんかもようわからんね。っていうかもうこのままねもうまたあれかな、よう知らんですけど、それだけやったかな、喋ること何も話題なかったかな。なんかもうほんま忘れとん。ま、この後ね、ちょっと、また、つぶやき系でね、喋ろうかな思うんですけど、今後のね、これからどないすんねん、三次郎は、いうことで、ちょっと喋ろうかなと思って、それの、前話なんですけど、ちょっとあれやね、はい、そんな感じですわ。特になんもなしやね。はい、っていうことで森さんも気の毒やね。はい、っていうことで、はい、なんか晩に風呂入って風邪ひいたかな。ということで、はい。何もなくてすみません。以上です。はい。失礼します。忘れた。バイなら、言うことを忘れた。はい。さよなら。チャンネル登録、お願いします。